国民史や JR グリーン、ジョン・リチャード・グリーンは19世紀、イギリスの歴史家、オックスフォード氏に、仕立屋の息子として生まれた。オックスフォード大学に学び、18世紀における、オックスフォード氏についての研究を発表し、1859年に、大学を卒業する前に、宗教思想家であり、キリスト教社会主義者でもある、FD ・モーリスの影響を受けて、 社会事業のために奉仕する志を立て、1860年に国教会の生殖につき、ロンドンの貧民街で活動を開始した。収入は乏しかったため、生活費を補うために、週刊誌、土曜評論2867年から寄稿を始めた。過労のため発病し、また国教会の信仰に疑問を感じたこともあって、その職を去り、 ランベスの国境会主協定図書館主書に展示、研究調査の余可ができたので、主書であるイギリス国民少子の執筆に取り掛かった。5年をかけて完成し、さらにそれを補うために、いくつかの師匠を世に出した。46歳で世う去る。自分のために選んだ、墓姫は、彼は学びつつ死んだであった。 グリーンのイギリス国民誌は4年間に11回も増刷されたほど評判になり、トーマス・マコーリーの英国史以来の影響力を持った。マコーリーと違い、グリーンは戦争や外交政策、国王や貴族の自責は略述にとどめ、国民一般に関係の深い法律、思想、社会生活の進展について説明しようと試みた。 知事と都市史の方面に造形が深く、巧みな時代区分、生き生きした文体、宗教、文学、美術への深い共感によって、ただ一冊で一国民の生活を再現することに成功した。同時代では、フリーマン、スタップズ、ジェームズ・ブライスの賞賛を終え、後に国民史を書いたジョージ・トレベリアンなどの模範となる。ありがとうございます。